行くで。余計なおしゃべりはええ、真面目にやれ。ここは私たちに任せて、君も行け。坂本龍馬は上の階や。始まったか。ええ、不思議な話もあったもんやな。時代を動かすはずの男が時代遅れの男に斬られ死ぬ。しかもこの世に存在しないはずのもう一人の自分に斬られることになるんやからな。なあ、坂本龍馬さんよ。維新の英雄坂本龍馬の暗殺よりわずか数年前、この国は徳川幕府による絶対的な支配が300年にわたって続いていた。だが静寂は突如現れた異国の黒船によって打ち破られる。強大な文明力を持った異国に対し幕府は抗う術を持たなかったのである。その支配者の衰えを時の侍たちが黙って見逃すはずがなかった。無力な支配者に従う理由はない。日本は再び群雄割拠の乱世に飲み込まれようとしていた。
たの。坂本さん、こんにちは。ここはいつでも賑やかやな。炎症を起こす病気じゃ乱歩医師か治す。さ、とにかく、おい！上司様じゃ！ない時に、なんちゅうことぜよ。おつ、大丈夫かい？おつ。長万、何をする気ぜよ。待て、女、どこへ行く気ぜよ。この子が腹の腑の病気に。おお、それで今すぐ乱暴医のところへ行かないと手遅れに。ですからここをお通しくださいませ。そら大変な話ぜよなあ。おお、大変じゃ。アラノフの病気か何か知らんが、手遅れになったらなったで、それがその子供の寿命っちゅうことぜ。腹痛程度でずうずうしい女子じゃ。わしら上司の横を素通りできると思ったかか。そんなに、そんなに上司様は偉いのですか。何？私は大津藩の出です。4年前この土佐藩の豪氏のところに嫁ぎました。でも土佐はおかしい。大津なら武士は人を助け、こういう時には誰よりも親切にしてくれたというのに、同じ人間なのにどうして。女子様のお通りはこの子の命より重いんですか。豪氏の嫁風情が何を抜かす。そうじゃ、土佐では上司が絶対、わしらに逆らうことなど許されんのじゃ。いちいち俺を苛立たせる。な、何者ぜよ恩師。土佐藩豪氏坂本龍馬。豪氏じゃと？
合祀の分際で恩赦。早く行け。しかし俺は根っからの土佐人だ。上司連中の性根は知り尽くしている。こいつらにはいくら道理を説いても通用しない。恩赦。こうするしかねえんだよ。その子の命を助けたいのならな。ありがとうございます。合心ごときがどうなるか分かっちゅうか。ああ。上司様に刃を向けたりはしねえ。間違って殺してもしたら仕返しにこの町ごと焼け払われかねないからな。なんじゃと。後で報いは受けてやる。だがお前らにも女を殴った報いを受けさせてやる。この命知らずが。かかってこい。ぬるま湯育ちのお前らに痛みってもんを教えてやる。えらいことぜよ。ほんまにやってしもうたちや、あの兄ちゃん。答えな。俺だって分かってるさ。この土佐で上司に逆らったらどうなるかなんてことはここにいる誰よりずっとな。何事だ。江戸から土佐に戻って早々なんであんな真似をした？あ？どうして下級武士の分際で上司に立てつくような真似をしたのかって聞いてんだ。あ？いいか、江戸帰りで忘れちまってるなら思い出せ。ここ土佐で身分は命より重い。理由が何であろうが、相手が女子供だろうが、上司に逆らえば罪になる。江戸じゃ剣を修行したそうだが、それも水の泡だ。上司に手を挙げれば全て終わり。お前に待っているのは死罪だ。恨むなら土佐を恨むんだな。あんたは悔しくないのか。何と言った。あんたも俺と同じ合祀だろ。合祀ってだけでバカな上司にも頭下げなきゃならない。あんたは悔しいと思わないのか。一緒にするな。俺は白札合祀だ。合祀ごときと同列に語るんじゃない。お前ら合祀は道端の石と同じだ。蹴られても捨てられても文句は言えない。
そこまでだ。誰だ？お前が言うところの石を蹴れる側の人間だ。何？まさか。江戸に負わす大殿、山内陽道の懐刀とでも言えばわかるか。三世吉田東洋様。悪いが、この石ころわしの方で引き取らせてもらう。ですがしかし、わしがこの土佐で最も規律に厳しい男だということを知らぬわけではあるまいな。それはもちろん。裁きとなる前にこの手で殺したいのじゃ、この無礼な石ころをな。承知つかまつりました。ということだ。覚悟せい、坂本龍馬。いや、我が息子よ。それにしても随分丹念に痛めつけられたものだ。おやっさん、何も言うな。今他の牢番に見つかった。でもどうやって。心配ない、出口。詳しい話は後だ。お前はここを出たら、ま、隠れか。場所は町のやつにでも聞け。剣護士塾と聞。わかった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
兄さん、調子どうかね。おいたら安いね、安いね。いらっしゃいませ。甘い。
調子はどうだ。お一つどうかね。いらっしゃいませ。ほほう。ありがとうございました、お兄さん。あー、よくって。おい、たら。高知城で格式ばった連中と飲む酒はまずくてな。酒はここで飲むに限る。おやさん、どうだ龍馬、傷にしみるかもしれんが、数年ぶりに飲まないか。しかしせっかく江戸にまで出してやったのにな。剣の修行じゃ性根は鍛えられなかったか。土佐に帰るなり上司と喧嘩。
相変わらずなのは土佐の上司たちの方さ。江戸行って分かったが、土佐の階級意識の強さは…しかし…お前を逃が…おやさんは土佐の賛成なんだろう。それが勝…土佐のお偉い老人たちの…だが問題ない。さっきの老番は白札合子。どういうことだ。白札は合子と上司の中間、つまりわしとお前の間の身分だ。何かあればすぐ合子に格を落とされる。そうやって権力にこびるようなやつは大した毒。そういうもんか。ああ、お前みたいに後先考えねえで国を預かる算数。しかしこの…ああ、だが…思い出すな。ああ、上司に身内を殺され、行くわ。わしはそんな子供たちをほんの少しでも引き取ろうと塾を作る。俺は今でも不思議に思う。さあ、どうしてだろうな。だが一つ言えるの。嫌い。ああ、土佐は階級が絶対。武士だけでも上司、白札合子、そして合子の三階級が存在する。土佐藩は同じ武士であるはずの人間にそういった階級を与え、だが本来武士も農民も。ああ、だからわしはそんな土佐に恨みを持つお前たちを、土佐を変えられる人間を育て。土佐を変えられ。そうだ、階級という制度に飼いならされた人間には変えたいという気持ちは生まれない。わしはな、龍馬、土佐を変えられる人間ってな、土佐を誰よりも愛し、土佐を誰よりも憎んでいるやつだと思うんだ。お前は15年前、上司に家を焼かれ。おやさん。ん？じゃあどうしておやさんは藩の仕事をしているんだ。ふん。藩の賛成ってのは。そうだ、わしは土佐で最も身分。ん？龍馬、竹兄弟に。お前が留守にしている間、仕事。ああ、土佐勤王党という組織を。土佐勤。今の土佐藩の体制に不満を持った合子を中心に500名、名目上勤王とは歌っているが、その思いは一つ、土佐の身分制度の方。それじゃ勤王党の敵は土佐。わしはな、龍馬、壊す。そうだ、わしがこの武市半平太、坂本龍馬の手によってな。龍馬、武市に会いに行け。そしてとにかく詳しい話は武。今町で土佐勤王党の武市といえば知らない奴はいない。最高！ええもの取り揃いちょるで！
損はさせんで。いらっしゃいませ。ありがとうございました。こんにちは。どうも。寄っていくかい。構え！てえ！
やっと戻ってきやがった龍馬。あの、武市先生、もしかしてこん人が。ああ、以前からお前らによく話して聞かしている俺の唯一無二の兄弟分であり、土佐最強の剣士、坂本龍馬だ。これが土佐勤王党か。ん？お前何やらかしてきたんだ。傷だらけじゃねえか。つまらねえ話だ。それより兄弟、東洋のおやっさんと剣後私塾で話してきた。そうか、なら話は早いな。みんな聞いてくれ。龍馬はこの一年江戸へ剣術修行に行っていた。今日からこの坂本龍馬を土佐勤王党の筆頭としたいと思う。どうだ。筆頭ほいたら、いきなり第二席幹部のさらに上じゃちゅうことですか。見たか、俺がお前を筆頭にすると言った時の連中の反応。最近は勤王党も妙に堅苦しい組織になってきちまってたからな。いい起爆剤になったろうぜ。高三の連中からはあまりよく思われないだろうな。いいんだよそれぐらいで。あれぐらい刺激がねえと下の連中も焦らない。組織ってのは固まっちまったらしまいだ。土佐藩がいい例だろう。まあそうだが、まだ痛むのか背中。おお、これか。いや痛みはねえさ。まあ後だけは派手に残っちまってるかな。すまねえ兄弟。もう謝んなって言ったろ。いつの話だ。15年前だ。だが今でも昨日のことのように思い出す。まあ忘れよったって忘れられねえか。上司による焼き落ち、目の前で両親と家が焼け落ちるのを見ちまってんだからな。あの時兄弟が助けてくれなかったら、俺は両親ともども灰にされてた。だが俺を助けたせいで兄弟は大やけど。本当にすまないと思っている。だから謝んなっつってんだろ。謝るのはお前じゃねえ。あの日お前の家と家族を焼いたのは上司どもだ。だろう。ああ、龍馬、俺とおやっさんは土佐藩を変えるつもりだ。当然お前にも力になってもらいたい。あらかたの話は聞いてる。だが実際のとこ何をする気なんだ。土佐藩の天守高知城を襲撃するのさ。土佐勤王党の党員500人でな。襲撃だと。襲撃っつっても実際には手を出さずに終わるはずだ。城を包囲して勤王党の覚悟が藩の上層部に伝わればいい。その上でおやっさんが城を牛耳る老人たちに隠居を迫るんだよ。万が一老人たちがそれを拒めば、当然
その場合の軍備はできている。そうやって空いた席に金の塔が座るか。ああ、すぐそこに迫る危機、命の危険を感じて初めて上司連中は自分たちの考えの浅はさに気づく。ガチガチに固まっちまった土佐藩の身分制度を壊すにはそのぐらいの荒療治が必要ってことだ。なるほどな。黒船が初めてこの国に来た時と同じさ、脅威というものを感じることで人間は動揺する。変わらなければならないと考えるようになる。そういうことだ。豊洋のおやつさんは剣後四軸を開いている時からこのことを考えていたのか。多分な。あの人はお前には剣を、俺には政治と学問を叩き込んだ。それも全てはこの計画のためだ。そうだったのか。だがもう剣が役立つこともなさそうだな。どうしてだ。きっと剣で人を切るという時代は終わるんだろう。実際さっきお前もピストルの練習をさせていただろう。いや、それは金の音の連中には剣の才がないからだ。剣はいくら教えても才能がなければうまくならない。だがピストルは違う。練習さえすれば戦力になり得る。万人に平等な武器というわけだ。平等な武器か。龍馬、俺らは身分という壁を壊そうとしている。だがたとえそれが実現したとしても人間は決して平等になんかならない。才能があるものとないもの、身分という壁がなくなっても今度は別の壁が立ちはだかる。だから俺はどうにかしてどんなに学がない人間でも、どんなに剣が触れない人間でも、せめて楽しく生きられる世の中を作りたいと思っている。兄弟、お前も持っといてくれ、金の塔の一員として。俺たちが剣や銃を持たなくてよくなった時、その時初めてこの国に真の平等が訪れる。それまで俺と一緒に戦ってくれないか。土佐金の音を俺と一緒に支えてくれ。頼む。ああ、分かった。そうか。よし。実はな、今晩高知城で東洋のおやっさんと今後の話をすることになってるんだ。一緒に行かないか。そんなに大っぴらに会って大丈夫なのか。なあに、高知城まで行けばおやっさんの禁止が招き入れてくれる手はずになってる。大丈夫だ。そうか。それじゃあお前は表で少し時間を潰しててくれ。俺もすぐ支度していく。
ませ。ありがとうございました。今日はええ天気やね。俺に何か言おうか。坂本龍馬っちゅうがはおまんか。お前は土佐勤王と岡田伊蔵。伊蔵、この男がさっき話した男じゃ。武市先生はこいつがいきなり勤王党の筆頭言うがじゃ。党結成の苦労も知らんもんがどういて筆頭ながじゃ。筆頭は党の第二席。おいたらいいぞ、おまんが筆頭になるんが筋ぜよ。勤王党ってのは同志にも剣を向けるのか。誰もおまんのことを同志と認めちょらんがぜよ。坂本、伊蔵は勤王党一の剣客じゃ。筆頭言うんじゃったらきっちりその強さ見せてもらおうやないか。やったれ伊蔵、江戸帰りがなんぼなもんじゃい。抜かんでも切る覚悟決めや。どうやらお前には手抜く必要がねえようだな。
おい、いい。お前は確かに強い。今すぐ抜ける。竹地の兄弟が作った。島内の仲間にもきちんとお前の口。見てたのか。ああ、1年前より確実に強くなってるな、お前。たく、どうなってんだ、あの連中は。金の塔の長…あれが土佐合祀の現実なんだよ。現実？合祀という身分が理由で、ろくな教育も…そんな彼らにとって金の塔は唯一の希望であり誇りとなってる。だからいきなり筆頭になった俺を厄介。許してやってくれ。だから俺は連中を金の塔に引き入れ。未来か。さあ、そのためにもさっさとなあ。難しい話は分かるね。だがなんだ。父さんも金の塔も、そして よし、それじゃあおやすさんのところに行こう。お前の準備はいいか。いや、待て。それじゃあ。もはや俺の仕事を取ってもらえそう。最高！どうやろう？安いで安い！いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いい味だ。ありがとうございました。やっぱり寄っていくかい？ちょっと小腹が空いたら。なんか良いか。調子はどうで？うちの店寄ってきてちょうだいや。いろいろサランちゃんにね。寄っていけ。いらっしゃいませ。
さんところに行く準備はできたか。ああ、しろよ。俺が江戸での修行はどうだった？ここと違って強い奴がゴロゴロいるんだよな。それにしてもお前さらに強くなったんじゃねえか。その腕当てにしてるぜ。なあ、子供の頃雨の日に鏡川で泳いだの覚えてるか？あの時お前ふんどし流されて大変なことになってたよな。懐かしいな。高知城は半ペーター。どうした龍馬？城に登るのは生まれて初めてだ。ああ、豪士はみんなそうだ。これで役者が揃った。ええ。話は聞いただろうな、龍馬。わしたちはこれから土佐藩の老人たちに引導を渡し、土佐藩を改革する。上司に白札、豪士に豪士、そういった無意味な階級のない土佐藩へと変えるために。ああ。おやさん、金の座はもう高知城包囲の準備はできています。いつ結婚しますか？ふん、わしは気が短いんでな。明日だ。そこで全て型をつける。ずいぶん急だな。急だと？バカを言うな。わしたちはお前が江戸から戻ってくるのを待っていたんだよ。そういうことだ。明朝勤王党は500人全員を武装させて城を囲め、上司が何を言おうが決して動かず、老人たちの目にその姿を焼き付けろ。その後、城の中のことはこのわしに任せてくれ。そんなに簡単に行くものなのか？言ってくれるな。ここまで来るのに俺とおやすさんがどれだけ根回ししてきたと思ってるんだ。ただし、その前に一つだけ気がかりなことがある。なんだ？龍馬、お前土佐勤王党の筆頭になったそうだな。ああ、そうだが。アンペーター、筆頭に任命したのはお前か？そうです。何か問題でも？この計画が成功し老人たちが消えた後、勤王党は土佐で大きな力を持つことになるだろう。だがわしは、坂本龍馬という人間は勤王党の筆頭にふさわしい男だとは思ってない。なあ、何を言い出す気ですか、おやさん。前から俺と龍馬とおやさん、その3人で土佐を変えるって言ってたじゃないですか。確かに言った。その思いは今も変わらん。だったら待ってくれ。俺は肩書きに執着はねえ。筆頭にふさわしくねえってんなら、いつだって降りるだけだ。そういう問題じゃねえだろ、龍馬。おさん、どういうつもりなんですか？二人とも勘違いしているようなので言っておく。わしの真の考えは。誰だ？おやすさん！おやすさん！バカな！くそ！
さったろ。誰がこんな真似を。うるさい。吉田様、何事でございます。こっちだよ。いいか、龍馬、逃げろ。このままだとお前がわしを殺した犯人だと思われちまう。でも父さんは、未来はお前に託した。あ、おやすおやすよ、吉田様。おまんが吉田様を。この者を切り捨て。
んだこれは。兄弟、何があった？あいつがここにいる連中を皆殺しに。貴様、気をつけろよ。まあそいつは土佐の人間じゃねえ。見たこともねえけども。そんなこと、いや、兄弟、分かる。俺らその可能性は高い。だがあの多分な。兄弟、何言ってるんだ。それを追いかけてお前が班を抜けたりしたら、お前どちらにしてもこのままだと俺は班にどの道を追われる身。龍馬、
龍馬。兄弟、龍馬、悪いが俺はここまでみたいだ。あと少し山を下ればアワだ。追っても藩の外までは追ってこない。お前一人で行け。俺はここに残って役人に事情を説明する。おやっさんを殺したのは俺たちじゃないとな。無駄だ。そんな話が通用する相手じゃねえだろ。そうだろうな。だが俺はお前が生き残れるならそれでいい。兄弟、東洋のおやっさんは死んだが金の音は死んじゃいねえ。土佐を変えるには俺かお前どちらかが生き残って金の音を率いていくしかねえんだ。だから龍馬、お前は逃げ延びて金の塔を。龍馬、そういうことなら答えは一つだ。あんたは土佐に必要だ。こんなところで死んじゃならねえ。龍馬、お前、藩の連中は俺一人を追ってる。あんたがあの場にいたことは誰にも知られていない。兄弟も金の塔もおやっさんの死とは無関係ってことだ。何言ってるんだ。土佐を、おやっさんの意志をあんたに託した。追っ手が来たようだな。龍馬、おい龍馬、お前どうする気だ。おい、お前が三世吉田東洋様を殺した男やな。死に許せ。世の人は我を何とも言わばいえ、我がなすこと我のみぞ知る。うん、天地神明に誓って言う。俺は吉田東洋を殺していない。この後には呼んで貴様。だがあんたらにそれを信じてもらおうとも思わない。だから、うん、だから俺は土佐を抜ける。どんな汚名を着ようと生きて絶対に犯人を突き止める。何よ。土佐兄弟たちよ、また会いたじゃ。うわ、
江戸での剣術修行を終え故郷に戻ってきた坂本龍馬。一年ぶりの土佐で龍馬は育ての親ともいえる吉田東洋と再会する。土佐の苛烈な階級社会を改革